ぜひこれは一見の価値がございますので、ロボット様、ロボット様だけでも見てやっていただきたいというふうに思うわけですけど、もちろんロボット様だけじゃなくて、すごい俳優さんがものすごい大量にご出演いただいているわけで、私本当に、監督冥利に尽きるわけでございますけれども、ちょっとこの辺でお知らせに落ち役の豊川です。20世紀少年とりあえず第一部完成しました。二部三部とありますけれども、とりあえず第一部すごく面白い映画になりました。ぜひ見てください。こっち役の豊川です。堤監督、多分こういう経験というのは多分監督も僕も他の俳優さんたちも二度とできないことだと思うので、この苦しみを楽しんで、少しでもいいものを作りましょう。いやー、豊川さんありがとうございます。今日一日水につけてしまいました。なぜかはそのうちわかります。ごめんなさいね、ちょっとふやけちゃったかもしれないけど、まあいいや。よろしくお願いしますね。まだまだ最後にすごいのが待ってますから、豊川さん頑張っていきたいと思いますが、映画20世紀少年ではですね、今私の手元に第一章のオフィシャルガイドブックというのがあるんですけど、これねよく書けてるんだよ。これ見るとですね、かなりいろんなことがわかります。で、特に堤幸彦に関するですね、なんかなんていうの、解説というか俺と小ネタの関係とか、俺と映像がどうのとか音楽がどうのとか、いろんなことが、これ私のことよく知ってる木又さんというですね、ライターが書いてくれたんですけど、それを読んで、あ、俺はこういう人なんだって思ったぐらい教科書的な内容が書いてありましてですね、まあそれは そんなことはどうでもいいんだけど、いやよくはないけども、これを読むと20世紀少年第一章はですね、何倍にも楽しめる。本屋に行けば多分あるよね。そしていろんなグッズをですねたくさん売ってます。サントラ版とか、20世紀少年を立体的にまず原作、そして映画、もろもろグッズ、原作を含めてですね、立体的に20世紀少年を楽しんでいただきたいと思うわけですけども、映画20世紀少年本日堂々公開で、早いところではもう6時間切ってますね。大体のところは7時間後ぐらいに始まるかと思いますけども、ぜひご当地の映画館でですね、上映時間等確認していただきつつ、劇場でご覧くださいというふうに思うわけですけども、さてまたメールが来てます。だんだん乗ってきましたね。来ましたか。勘違いしてきましたよ、だんだん。俺監督なんだけどな、まあいいか。メールです。こんばんは。ラジオネーム目指せ現役合格、頑張ってくださいね。こんばんは。あれ、すみません、よろしくお願いします。今メールを読もうとしていたのに。メールを読もうとしてお邪魔して申し訳ございません。入ってください。今はい、ダチョウクラブのお二人はですね、はい、違います、違います、3人ですしね、ダチョウさんは、肥後さんがちょっと今日はねお休みなんですけども、い聞いてないという話なんですね。やっぱりね、現場でもそうでしたけど、はい、監督ボケるの大好きなんですよ。ボケるんですよ、大御所の監督が、はい、もう面白くないから30分オリラジが繰り上げてきたっていう。いやいやいや、聞いてました、ずっと。つうかもう帰っていいんだよね、俺。いやいやいや、ずっと面白かったですよ。オリラジ日本、この後はオリラジです。違います、僕は3時からやりますけれども。もう監督のペースですよ。いや、今回ね自己紹介しなきゃいけないですよ、ね、改めまして、オリエンタルラジオ今回出させていただきました、はい、藤森でございます、はい、中田です。まあ、今回ね、はい、僕ら2人をなんとケロヨン役で出させていただきました。違います、違います、違います、はい、あれ全然違います。宮迫さんでしたっけ。宮迫さんですよね、はい、僕らね、あなた方はとんでもないことになるんだよね、はい、あ、そうなんですよ。これ第一章を見ていただければですね、はいはい、ものすごいことになっちゃうんですよ。そうですね、だから僕親にだけは見るなと言ってきました、ね、あ、ちょっとショックかもしれないね。そういう人でぜひ見てほしいんですけども、うん、そのとんでもないことになるために、はい、なんと何回徹夜した、はい、もう、ね、数えきれないよね。シーンでその台本で言ったらものすごい結構ます、ね、そんなにはでき、短めですよ、はい、ですけども、うん、3日4日徹夜したよね。そうなんですよ。しかも東京じゃなかったよね。どこ行きましたっけ。茨城とか。茨城のね、利根川の近くとかね。夜になると明かりがなさすぎて、うん、そうそう、地面にね、そうそう、バッテリーランプを置いて、うん、ね、そうそう、道を照らしてたっていう。非常にありがたかったです、うん、そこに実績書に出させていただいて。ただもう3日目ぐらいは俺
監督どんだけ飛んだよって正直思いましたですけどもね。私も思ったんだけど、はい、まあ、とにかく思いっきり撮らさせていただいて何回も徹夜した挙句にですね、はい、使ったの1分ぐらいかな。そうなんすか。いや1分ぐらいで、そりゃそうありがたい話よ。これあのね、歴史的名作に1分出れたらすごいこと。はっきり言うけどね、はい、ベンガルさんなんかほとんどわかんないよ。僕らまさかのベンガルさん超えですか。ベンガルさんって大先輩よ。大先輩、もう大役者ですよ。ね。そのベンガルさんより出てます？もちろん。5倍ぐらいで。じゃあよかったですね。ちょっとメール読ませてですよ。ちょっとメール読ませてください。世田谷区のラジオネーム、ワルイージーさん。堤監督、こんばんは。この後3時から番組に出演しているオリエンタルラジオも映画に出てるらしいじゃないですか。僕はオリラジのオールナイトリスナーなんです。もうちょっと待ってくださいね。横にいるし、2人の演技が映画の足を引っ張ってないか不安です。うわ、実際2人の演技はどうだったんですか。聞きたいですね、これは。はっきり言いましょう。はい。ノーコメントです。言ってくれ。気になるルミネの楽屋で死者を見た、花丸さん、博多花丸大吉の花丸さんから、二人の僕らの演技どうだったって聞いたら、一言、かっこつけてたって言われました。かっこつけてたらしいです、僕ら。妙に抑揚のないトークでしたよね。なんかトークじゃないよ。セリフだよ。そう、セリフを言うと。しかも俺が言えって言ったことだよね。なんかこう、なんか意識しすぎちゃうんですよね。いや、かっこつけちゃうんですよ。やっぱ演技したことないですし。引っ張ったか引っ張ってないかで言ったら、如実に引っ張りましたよね。そうですね、演技。足をね、ただまあそこはやっぱり唐沢さんとかね、いらっしゃいますから、はい、全然映画は崩れてないと思いますけど、はい、はいはいはい、はい、オリジナルのオールナイトニッポン続いておりますけどね。いや、堤さんですよ。20世紀少年のですよ、今日20世紀少年のオールナイトニッポンが本筋でございます。っていうか僕らね、博多華丸大吉さん見てたっていう話を聞いて、うん、僕ら見てないんですよ。正直マジで、はい、まずくね。まずいですよ。だってもう公開だよ、あと6時間ぐらいで。だから正直今回その講義の意味でも出させてもらってるんですよ、うん、なるほど。僕ら見せてもらって、あそこあですよね、だったらもうずっと見ないでおくっていうのは。見ないでおく。そこを見せてください。じゃあスタッフロールみたいな、出演ロールからも名前削っとくから、削っといて、むしろもう出てないことにしてしまう。え、歴史から抹消されるんですか、僕は。どこまで S なんですか、僕は。現場でも散々水かけられましたしね、もう。そうそう、あった。ということで、ダチョウ倶楽部のお二人でしたけれども。いや、まだ終わりませんよ、ちょっと。今日は肥後さんが来てないんですけどもね。ダチョウさんじゃないです。脇の下のイボ大丈夫ですか。ダーダーじゃない。堤監督、ほんとタフなんですよね。そうなのね。ほんとに。ちょっと今週、編集ちょっともうしちゃったから見てよとか。そうそう。子供みたいなはしゃいでずっと撮ってるから。一言で言うと撮影オタク。撮影オタクなんですよ。嬉しいですよね、でもほんとに。あんまりね、他の曲興味ないんですよ。あ、もう撮影ばっかり。うん、趣味がないの。今ね、そのラジオネーム現役合格さんがね、監督に夏休みありましたかって。興味ないんですよ、休みとか。休みとかだと何していいか分かんなくなる、うん、で例えばね、みんなでさ、はい、休みだとして旅行とか行くじゃん、はい、とまずじゃあ旅行ね、フリータイムだから、うん、7時に起きて、ね、朝食食って7時15分に出発して、うん、ね、7時30分に名所旧跡その1に行って、うん、ね、次に8時25分に電車に乗ってっていうのが全部タイムテーブルを組まないとダメなのよ、うん、フリータイムだから。行き詰まりますわ、僕ですね。満喫しなきゃいけない。満喫とガーファンクルなの。意味わからない。だいぶ分かってきました。堤監督、やっぱりおかしい人ですね。僕らはちょうどね、ちょっとおかしい人だね。倍、やっぱ生きてらっしゃいますね。52歳。その楽しさはやっぱおかしいよ。20世紀少年のオールナイト日本でございます。オールナイト日本ですから。提供に行きましょうか。モンちゃん役の宇梶隆です。その映画の世界にね、何か引きずり込まれて、自分がもう本当にそこを生きているような、本当に不思議な感覚っていうのが印象的でしたね。スクリーンの中でお会いしましょう。20世紀少年のオールナイトニッポン。